い、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことでワンワンももうね無事連れて帰ってきたし、ね、このクレーンゲームでゲットしたこのキャンキャンのフィギュア、このクレーンゲームで今後もまあ、ちょいちょい新しいフィギュア出たりとかするらしいんやけど、このフィギュアはあのこの村の中、メーベの村の中のこういう台座、こういうところに飾れるらしい。あれなんやね、まあ、自分の家がないけんあれなんやけど人ん家に飾っていくんやね勝手に。何かを置けそうな台座だ。キャンキャンと書いてある。キャンキャンのフィギュアを置きますか。ってことで置いていく。置いた券って何くれるわけでもないんよね。なんかくれればいいのに。ん？ここ行ったっけ？いいよ。ここの中行った？あ、初めて来るんじゃない？あ、わ、割れてしまいそう。これ押すやつよね。キャー、押せない。ちょっと待って。え、押せないの？え、押せるよね。向こうの方向から押さんといかんってことか。ひび割れの上からではなく、あそこにもなんかあるやん。ちょっと待って。あー、あ、てかそこのハートのかけらで、あ、動かせねえ。動かせねえ。ちょっと待って。とりあえず、宝箱を。お、50ルピー手に入れた。割と嬉しい。やったー、これでとりあえず、ちょっと待って、アッコロンはどう動かしたら取れる？動かすとしたら、あ、そっか、ブロック越しにはダメなんよね。でも飛び越えてきたりもせんのやね、別に。どう動かしていけばいい？これを動かすべきか？え、違うか？ちょっと待って、別の方向から。とりあえず、これを動かしてみて、全然関係ないかもしれんけど、よいしょ。あ、とりあえず、いろいろと動かしていって、はぁ、あ、全然当たってなかった。全く当たってなかった。え、これで？次どれを動かせばいいんだ？これか？あ、これ動かしたらいけるね。これ動かして、これを乗っけて。はい、やったー。ハートのかけらが4つ揃った。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。ふぅ、ここでハートを増やして別の場所に行くのがね。これでハート増やせたいんやけど、とりあえずスコップ買いに行こう、スコップ。ここ掘れワンワンって言ったところもスコップできっと掘れるはずやけん。よいしょ。はい、スコップ。生かしたスコップ200ルピー。買います。ありがとうございました。また寄ってください。スコップを手に入れた。さあ、穴を掘ろう。プラスでアイテム画面を開いて X か Y にセットしよう。ってことで、これはセットせんといかんやつなんやね。こっちか。どうしましょう。X の方で。OK？ さあ、行くか行くか。ということで、あ、てか気づいたらあれやない？ダンペイさんおらんくなったね。ここに立っとったのに。ってことで、ここからしばらく右上、ダンペイの小屋冒険手伝い募集中。ダンペイさんとこ行きますか。で、ダンペイさんとこ行く途中で、ここ掘れワンワンって言ったところを掘っていこう。どの辺やったかは大体覚えとるはず。は。はい、はい、はい。はい。守りの木の実を手に入れた敵からのダメージを半減する。イェーイ。これって守りの木の実と力の木の実かな？なんだっけ？木の実で合っとる？あれを両方手に入れた場合は、両方の効果が得られるのでしょうか。この辺やったよね、ここ掘れワンワン。おー、なるほど。秘密の貝殻を手に入れた。何に使うんだろう。何に使うかはちょっと知らんけど。あれ？もう一個は？あ。落ちた。もう一個こっちか。
なんかこの辺、あれこの辺やったよね。違った？は、よし。あれハート、あれこれかな？あ、違くない？どこや？この辺じゃなかったっけ？別の場所かもしれない、もう一個。なんかどっか端っこの方やと思ったんやけど、ここしか覚えれてないな。まあじゃあとりあえず、え、ダンペイさんは、ダンペイさんは一体どこだったかしら？この先？この先か？え、ちょっと待って、この先っていけんくね？この先っていけんくね？別の方向から抜けんといかんのか。こっちから抜けていかんといかんのか。痛い。痛い。こいつら盾しとっても。あ、ここじゃない？もしかして。あ、これか。もう普通に。あ、違うわ。こっちや。ここの鼻の真ん中のところや。ほらほらほら。秘密の貝殻を手に入れた。やったね。秘密の貝殻ゲット。間違えた。敵の頭上をジャンプで通り過ぎる。でもそんなこともできるんやね。この辺やったっけ、ダンペイさんちって。あれ？ここではない。は、こっち側か？タルタルコーチ。あれ？ダンペイさんどこかしら？あ、この辺や、この辺。あ、ここや、ダンペイさんち。あったあった。ん？あんなところにハートのかけらあるんだけど。あ、ここどうやって行くの？ここから普通に入れる。は、あ、入れんのかと思った。タバールの林。なんかめちゃくちゃ、あー、やめて、来ないで。めっちゃ怪しいところに来てしまった。痛い痛い痛い。やったー、でも結構 ELP 落としてくれるやん。怖い怖い怖い。え、待って、ハートのかけら、あ、そこか。そこか、痛い。結構攻撃してくるな、こいつら。怖いよ怖いよ、先にやっつけた。あ、待って、結構な感じでハートがない。いやー、助けてー。助けてー。はい、ハートのかけらゲットー。ふぅ。このハートのかけらをゲットするために私は大量のハートを失ってしまった。ここ何？ここにもなんか誰かの家あるんやけど。ここは来たことあるとこ？ココリント平原。気まぐれトレイシーの家、マンボガイケ。これマンボガイケ？え？回復した。回復できるの？え、したよね、今。ちょっとハート見てなかったけど。気まぐれトレイシー。あ、かわいい。めっちゃかわいいやん。私、気まぐれトレイシー。元気になる秘密売ってるの。大丈夫？怪しいお店ではない？28ルピーで秘密する？する。ぬりぬり、どうもありがとう。秘密の薬塗っておいたわ。ハートがゼロになったら聞くわよ。また寄ってらしてね。おお。今現在ハートがちゃんとあっても、そういう風にしてくれるんや。これ私からのサービス。ほら、ハート満タンよ。もうすでにさっきハートは満タンになったんだ。ドラクエみたいな感じでパフパフだと思った。そういうことではない。ハートが、全部なくなったら、また、全回復した状態で復活するってことか。いいやん。どうも。え、ダンペイさん、家の中外みたいやね、なんか。おお、来てたな。ここはオラが調査している不思議な遺跡だ。遺跡？マジで家じゃないんや。おめえはこの島にあるダンジョンをいくつか冒険してきただろ？まあ、多少。二つぐらい。その男女の部屋をパネルって石板にして、そこの台座にはめると本当の男女になるだ。どういうこと？なんか、模造品ができるってことなんか。どうだ？不思議だろう。おめえに頼みたいことは、その男女作りの手伝いだ。いろんな男女を作るには、いろんなパネルが必要だ。けど俺は男女の防御は苦手だから、そこはおめえに任せるだ。おめえが見てきた男女の話をしてくれたら、パネルはオラが作るだよ。おめえにはそのパネルを使って、オラのお題に合わせた男女を作ってほしいだ。けど作った男女は冒険してゴールまで行かないと完成とは言えねえだ。おめえが作って冒険したダンジョンがオラを感動させられたら宝物をやるだ。え、感動しない場合もあるんですかね。じゃあ早速おめえに見てきたダンジョンを話してほしいだ。とりあえず、なになになに作ってんの今。お、パネルをまとめて手に入れた。どんなパネルか使ってみよう。何をするだか。
ダンジョンを作る。基礎を覚えるだ。あ、こういう感じ。なるほどね。え、自分で組み合わせていくってことこれ。ちょっと待って。基礎を覚えるだ。スタートとゴールのボスパネルはオラが置いたから、あとは手持ちのパネルで繋いでみるだ。宝箱があるパネルも置いてあるから、繋がっていない通路がないか注意するだ。宝箱があるパネル？ふんふんふん。なるほど。右にある手持ちのパネルを A で選んで、左のマスに A で置くだ。パネルの通路にはいろんな形があるから、LR で切り替えて選ぶだよ。LR で切り替え、そういうこと。なるほどね。とりあえず、何をどうすればいいんだ。この辺、ボスの手前とかにいいんじゃない？階段のマークのパネルを置いたら別のマスにもう一つ別の階段のマークのパネルを置くだ。階段がどう繋がっているかは Y で確認できるだ。扉のマークのあるパネル同士を扉が重なるように置くとどっちかのパネルの扉一つになるだよ。扉にはいろんな種類があるだが、どう置くとどの扉になるのかはダンジョンを作っているうちに分かってくるだよ。すごくない？自作のダンジョンができるとかやば。これ何？なんか全くもうよくわからないんだけど。全くもってよくわからないんだけど。あ、これが階段のある部屋。じゃ、これをここに置けばいいわけですね。で、あれ？消えた。ちょ、待って待って待って、消えたよ。あ、これでこことここが繋がると。繋がっていない部屋があります。どういうこと？わかっとるよ、それぐらい。あ、待って、これ部屋繋がってないのに。部屋繋がってないのに終わってしまっとるやん。ちょっと待って、どうすればいいんだ、これ。これちょっと外し、違う、外して、あ、これが繋がる部屋ってことか。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、え？こういう感じでやっていけばいいんか。階段のある部屋は、ないぞ。階段のある部屋はないぞ。ゴールのボスパネルの扉の鍵は一番最後に開ける宝箱から出る仕組みになってるだ。それ以外はルピーとかが出る仕組みなんだな。はあ、そういう感じなんや。へえ。でもここ、あ、そっか、ここはとりあえず行き止まりとかにしとけばいいかな。じゃあここに階段を。パネルが正しく繋がっていればパネルの色が赤から青になるだ。ちゃんと並べているのに青にならないときは Y チェックを押してみるだ。青に変わった。ことは、これで、ここの繋がりができたってことやんね。へぇー、すげぇ。んで、あとは？とりあえず。ここなんか、あ、そっか、ここが繋がってないけんか。え、これで、宝箱めっちゃあるダンジョンになったんやけど。スタートパネルが光ったらお題のダンジョンが完成した合図だ。スタートパネルで A を押して冒険してみるだ。作ったダンジョンを冒険するときは爆弾とかを持てるだけ持たせてやるだ。でも終わったら元に戻すからな。爆弾までくれるの。ありがたや。冒険してみる。ダンジョンの冒険はゴールのボスを倒せば終わりだ。その前に倒れないよう気をつけてな。冒険を途中でやめたい敵は、スタートの入り口から外に出るか、プラスのシステム画面で冒険をやめるを選ぶだよ。なんかすごい平和な音楽やね。うわー、びっくりした。え、なに？なんか炎が、そんな仕組み今までにありましたっけ？怖いんですけど、普通に。はい、小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くと。これは一体ボスは誰が出てくるの？テイルが出てくるの？うわぁ。ちょっと待って。え、てかいきなりすぎない？私が置いたんやけどさ。私が作ったダンジョンながら、ちょっといきなりすぎない？え、これここでゲットしたルピーとかはさ、ちゃんとお持ち帰りできるんだろうか？それともアイテムと同じように後から回収されてしまうのか？暗いよとりあえず電気つけよう、電気。よいしょ。よいしょ。オッケー。あ、ちょっとこっち先に。こっちの方向ボスおるもんね。
で、鍵が落ちてくると。イエーイ。よいしょ。はい、ルピーゲットー。あ、テレさんどこや？ちょっと待って。あ、あれ？テレさんってやっつけれましたっけ？え、テレさんやっつけれるの？もう一個、炎をつけたら、消えるんじゃないの？え、本当のダンジョンそういう感じやったよね。え、普通に剣で切れちゃった。実体化した？炎を一個つけたら実体化したのか。さあ、それじゃあこっちの方向。え、あれじゃない？もう、ボスの部屋やん、次。君たち、ちゃんとやられるよ。とりあえず、ハート。よっ、え、あれ？もうボス、あ、そっか。この部屋で、あれ、宝箱は？普通に上から落ちてくるタイプだ。宝箱が落ちてくるんか。なるほどね。で、これでボスの部屋の鍵が出てくるわけや。はい、来たー。ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉を開けられるぞ。ボスの部屋まで早っ。おー、テールやなるほどね。ここで私はもう一度こいつと戦うことになるわけなんだね。来い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 。イエーイ。で、あれやろ。もう一回当てたらもう、無事終了なわけやろ。痛いです。はい。あれ？まだ？あれ？二回じゃなかったっけ？もう一回？なんか本物より強くない？気のせいかな。これなんかもらえるんかな？ハートのかけらとか。早く落ち着いて。痛いって。早く。え、落ち着か、あ、落ち着かないのかもしや、これ。ちょ、待って。そっか、もう興奮状態のままなのか。痛い。押し出されるって。尻尾ください。尻尾をください。こっち。あの、全然。痛い。あー、落ちた！端っこ。はい。3回か。イエーイ。クリアしたよ。基礎を覚えるだ、クリア。なんかくれるの？おめえやるだな。感動しただよ。いいもん見せてもらったお礼に、オラのコレクションをあげるだ。え、パネル？パネルを手に入れた。どんなパネルか使ってみよう。ダンジョンで見つけたルピーはオラの気持ちだ。もらっといてくれ。びっくりした、オラのものだっていうかと思った。やったね。おめえの冒険を見てたら新しいお題を思いついたら、やってみるだよ。何をするだか？いや、もう大丈夫です。だか、まあいいだ。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まさかのゼルダにまでクリエイティブな要素が。でもあれだよね、多分今まで冒険してきたそのダンジョンの仕組みとか部屋の感じとか全部あそこに用意されていくってことやろ。すごいね。それを組み合わせて自分だけのオリジナルが作れるんよ。感動。人が作ったやつとかできたらいいのにね。